キャベツはね、かなり蒸されて。どうもー、なんだこれでーす。ということですね、今回ですね、口に物入れた段階で喋ると良くないって昔お母さんに習ったけど、もう一回行きます。もう一回行きます。どうも、ラジオネスニュースです。ということでですね、キャベツはいい？流して帰って。キャベツうまい。ということで今回ですね、お野菜料理です。まあ僕から言えばつまみ。キャベツとしらすの酒蒸し。すっごい地味なレシピなんですが、これから100やめられるようになりました。羽ばたきたい。羽ばたきたいから羽ばたいていこうと思います。どうやって羽ばたくかっていうと、やっぱね、まあ、料理研究家なので、料理で羽ばたかないといけないと思うんですよ。今回はですね、僕を飛びます。これから飛びます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきたいと思います。まずですね、キャベツ。やっぱね、これからのキャベツすごく美味しいので、これ 250g、 あの芯取ってます。芯取った状態で 250g。 しらすがね 25g、 バゲしらすです。ニンニクが1かけ、チョウブでもまあ悪くないんですけども、生のニンニクが1枚かな。まああとはね、調味料は概要欄で確認してください。レッツエキサイティング。たまにね、あのスマホをよく見てるじゃないですか僕。何をしてるかっていうと、酔っ払った僕が頼るところってもう知識がないので、昔の僕のレシピを見てるんですよ。そうすると絶対間違いないじゃないですか。刻みます。キャベツの芯を取ったキャベツ1/4、まあ、大体、まあ、こんな、まあ、一口サイズぐらい、まあ、4等分ぐらいにすればいいかな。はい、はい、こんな感じ。うめえ。素材の味。究極の料理はね、素材の味を生かしたね、この何もつけないくキャベツですよ。ニンニク切っていきます。生の方がね、蒸した時にすごくね、香り上がる。ニンニクのね、芯はね、取ってます。はい、こんな感じですね。じゃあフライパン用意しましょうね。そういうことですね、やっていきたいと思います。あのでも自分のやり方って全然自分で分かってるんですよ。多分今ねレベル2ぐらいです。だからこれレベル3とかにしてたらちょっと違うと思います。スタッフ、スタッフレベル2だよ、俺今レベル2だよってなりますから、皆さん安心してください。これって実はね、実験なんですよ。もともとはシラフの、ね、料理研究家としての僕がものすごい努力を重ねてやってるレシピなんですよ。それをベロベロの酔っ払いの料理研究家ではもはやなくなった僕が本当に再現できるのか、本当に美味しい風にできるのかっていう、これは実験バラエティなんですね。実験バラエティということを念頭に入れてみていただきたいと思います。角切りにしたこうキャベツ、キャベツをね、まあ、わしゃわしゃと入れちゃうのを入れていきます。これね、釜揚げしてるんでね、もういつでももうどんどこです。ニンニクのせやつも入れちゃう。ニンニク蒸しなんだ今回ね。日本酒でね、ニンニクを蒸すの。白だし、ね、やっぱね、だし、何がないだろう、だしのね、味が大事なんだ。大さじ 80cc って書いてあったんで、大さじ5ぐらい。酒だと結構塩気が強い。まあ料理酒でもできなくないんですけど、料理酒だったら塩は入れないということですね。料理酒と清酒の違いっていうのは、塩分が添加されてるか添加されてないか。僕が使ったのは清酒を使ったので、なので塩分は添加されてない。弱火にかけて、この状態で弱火にかけて、蓋を押して、蓋を押して弱火でまあ大体15分ぐらい蒸すかな。15分後に皆さんお会いしましょう。はい、それです。弱火で15分煮込んだのがこちらでございます。ハフ。キャベツはね、かなり蒸されて、キャベツは芯まで柔らかくなっていかなければいけない。ちょっと厚めのところちょっと食べてみます。オリーブオイル大さじ1、黒胡椒、まあ、ちょっと多めに、うん、キャベツのね、香りがあるので多めに入れていただいて、お酒に合うぐらいの塩、うん、あの別に副菜で食べる方はこれだけでいいと。全部ちょっとこうあえていただいて、オリーブオイルと
しらすの香りが最高なよく蒸されたこのね甘々のキャベツです。お肉しか食べない僕のために作ったレシピでございます。もし僕が体壊したら、あの人酒ばっか飲んでたからなって絶対せんから言われるでしょ。僕はお酒を愛してるのでお酒のせいにしたくないので健康にはマジで気を使ってます。僕が体調壊したら絶対に酒のせいにされるから酒を守りたい。だから僕は人一倍健康にはめちゃめちゃ気を使ってます。僕がこれだけ飲んで健康だったら酒は絶対に悪く言われないからね。絶対に健康でいます、これだけ飲んだとしても。なぜかというとお酒を愛してるから僕は死にません。青はねあるんでね、黒胡椒かけておつまみに最適なキャベツとしらすの酒蒸し完成でございます。さあできました、食べたいと思います。いただきます。今回は酒つながりで日本酒でいきたいです。ではいただきたいと思います。いただきます。こんだけ美味しいか。めちゃめちゃオリーブオイルがですねすごくキャベツをですね包んでくれて非常に美味しい。うん、お酒のうまさがやばい。酒柱なのでちょっと塩やってもいいですか。日本酒で蒸したお野菜と一緒に日本酒飲む。柚子胡椒でございます。少しのアクセントつけるときに非常にありがたいわけですよ。ちょっとつけていただいて、ははは。今週だけで蒸されたキャベツはうまい。ありがとうございます。おつまみ食べたいけど野菜不足も気になるという方やってみてください。尋常じゃないぐらいのキャベツが蒸されて出汁吸ってしらす合わさったこの料理ってこんなにうまみがあるんだと、キャベツってこんな飲めるんだっていうふうに思いますので、ぜひ皆さん副菜とかでちょっと味薄めていただいて、副菜とかもすごい一緒で、ぜひ皆さん試してみてください。うめえ素材の味で、やっぱりね究極の料理はね素材の味を生かしたね、このもうそのまま何もつけないで食うキャベツですよ。これ究極です。まあ別に僕は酒飲んだ時はここにマヨネーズつけるんですけど、これが究極です。もう素材の味って言ってる人たちはもうそのまま食べてください。本当に塩もつけちゃダメです。塩は海の味なんで、はい。